おはようございます。中高年の味方、時事雄三です。今日はですね、一応日本時間でですね、2019年、令和元年、7月の、7日ですね。ということで、日曜日ですね。今日は7月7日ということは、七夕ですね。まあ、今日は、どうですかね、夜は。今のところ、まあ、ちょっと曇りがかった天気ですからですね、七夕はまあ見えるか見えないかちょっとわからないぐらいの天気だと思います。まあそういうことで、まあ日曜ということでですね、皆さんもゆっくりされていらっしゃると思います。まあそういうことで、今日はですね、セブンのですね、デザートシリーズみたいな感じにちょっとなってますけど、今日もですね、こういう、抹茶&抹茶パフェということでですね、ちょっと試食をしてみたいと思います。まあ私も今日、昨日ですね、セブンで買ってきまして、今日が初めてです。まあ中はこういう感じでですね、いろいろ書いています。まあ金額はこれで278円、税込みで300円というところですね。まあ高いか安いかは、まあ食べてからということです。だけまあ早速ちょっと開けてみますね。まあ中はですね、こういう感じになってますね。まあ私はですね、甘いものが 大好きですから、ちょっと味わってみたいと思いますね。スプーンは、まあ、ちょっとこういう金プラスチックのスプーンがありましたから、これを使ってみてですね、こういう感じで食べてみたいと思います。まあ、一口をですね、食べてみますね。まあ、ゼリー、まあ、抹茶ですからね、基本的に抹茶。抹茶 抹茶が、抹茶の中の抹茶で、みたいですね。で、ゼリーのこう四角が分かりますかね。これ抹茶で固めてるみたいですね。そして中からですね、このどら焼きのあんことか書いてありましたけどね、まあこういうのが。ああ、どら焼きですね、が入ってますね。甘くて美味しいですね。下がですね、ゼリーの抹茶のゼリーの塊があります。まあここまで来るとちょっとお茶ですかね、これはですね。まあそういう感じでですね、こちらのですね、抹茶&抹茶パフェのですね、紹介をさせてもらいました。カロリーはですね、これはかなり高いですからね。カロリーは高いということだけは、だから食べる時もですね、まあ食べるのは別に構わないと思うんですけど、その時間をですね、考えて食べられた方がいいと思いますね。まあ寝る前とかはやっぱ基本的には食べないがいいかな。朝昼はもう食べられてもいいと思います。まあそういうところでですね、今日はこの、まあちょっと今出してましたけど、このこれですね。まあうちの意味ですね、大丈夫ですね。こういう感じで、そこの方にですね、もうゼリーの塊がバカバカって入ってますからね。こういうことで、今日はですね、セブンイレブンの抹茶&抹茶パフェということで紹介させていただきました。もう私は大好きですけどね、もう好きですね、これは。そして最近は抹茶の味にですね、凝ってますから、抹茶大好きですから。まあそういうことでですね、この紹介させていただきました。これはですね、まあ私は好きですけど、あまり甘いものがですね、嫌いな人は無理かもしれませんね、甘すぎてですね。で、抹茶がもう嫌いという人はもうもともと話になりませんから、抹茶ですからね、抹茶。まあそういうところで、今日は抹茶を食べながらですね、ちょっとお茶が
失敗しましたね。ちょっとお茶を置いときたかったですね。お茶をですね。やっぱこの和菓子ですからね。これ一応和菓子ですから、やっぱお茶が合うと思いますね。抹茶とお茶ですね。同じ同類がですね、やっぱ合うと思います。まあそういうところでですね、今日のですね、時事雄三の今日の投稿としてはこれで終わらせていただきます。セブン関係をちょっと最近は少ししています。まあそういうことで、まあよろしければですね、よろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。まあ私の希望としましてですね、今年中ですね、まあ今年まだ、まあ、もう7月になりました、なったというか、まだあるのか、それは個人によって違うと思いますけどですね、まあチャンネル登録をよろしくお願いしますということと、なぜ今年中かというと、まあ今年中にですね、1000人のですね、チャンネル登録者をにしたいと思いましてね、おそらくですね YouTube の方はですね、私が1000人にしたら、今度は2000人って言うてくると思いますね。まあ、いつもそういう感じで、なかなか追いつきませんからですね。まあ、そういうところでチャンネル登録もぜひよろしくということですね。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと他もいろいろ話したいこともありますけど、そこはまだ別の機会ということで、今日はですね、セブンイレブンの抹茶&パエということで投稿させていただきました。まあ、最後まで聞いていただいた方ありがとうございました。これにて終わります。本当ありがとうございました。どうも失礼します。